で2つ目がこう CR カップの周り、皆さんぜひ質問があったら質問してほしいんですけど、なんか聞きたいこととかあります？組んだ経緯、組んだ経緯は前にソラルさんとめぐみちゃんと CR カップ出たじゃないですか。で、CR カップ終わった後にソラルさんがそうマフマフさんも CR カップ出たいんだよねみたいなのを言ってたよって教えてくださったんですよ。ソラルさんがそれだったら今度誘って一緒に出たいなって話をしてたんですけど、前回がバレンタイン CR カップっていう感じで女性の方1名を絶対に連れてこないといけないっていう条件がついてて、今回感謝の日っていうもので誰かしらに感謝状を書くか読むかしてマイナス2ポイントできるよっていう特別ルールがある枠なんですよね。評議会ポイントっていうのもあるんですよ。評議会ポイントっていうのはおじさん含め5人ぐらいの、まあ、有識者、これは何ポイント、この人は何ポイントっていう形で判別するんですよ、判定するんですよ。それなんでかっていうと今シーズンからランクマッチの仕様が変わって、ダイヤ帯はダイヤ帯でマッチングするようになったから、生きやすさと生きにくさが変わったんですよね、今シーズンのマスターとかから特に。まあダイヤ帯もそのダイヤ1と、前シーズンのダイヤ1だったらちょっとレベル違かったりっていう風になってるので、そのマスターとかダイヤ帯の人は割とその評議会ポイントつって、まあ有識者何人かでポイントを決めるっていう風になってて、ソラルさんがマスターなんですけど評議会ポイントでマイナス2の8ポイントで、マフマフさんが、ダイヤ1で8ポイントなんですけど評議会ポイントのマイナス2で6ポイントで、ソラマフさんで合計が何ポイントあるのかな、14ポイントになるんですよ。僕がプレデターの12ポイントなんで合計が26ポイントなんで、本来じゃ組めないんですけど、今回感謝祭っていうことで、まあ、誰かが感謝状をね書くか読むかしたら一応マイナス2ポイントになるっていうルールで、まずぴったり24ポイントだから組めるってなって僕から声をかけたって感じですね。まあ、なので本当にソラルさんが教えてくれなかったら多分僕から声かけれてなかったので、もう本当に感謝しかないですね。まあ、それで3人で出ることになったって感じです。まあ、なのでそのソラルさんが僕にマクマクさんを紹介してくれたって感じだから、そうすごいありがたい。そうマフマフさんも出たいって聞いてたから、じゃあ誘いたいと思って、それでどうせならこれ3人で出れるじゃん、絶対3人で出たくねって僕が言って、3人で出たいですってお願いしますって、お忙しいところ時間空けて僕と一緒に出てくださいっつって誘いました僕が。